あ、ドン・キホーテですね。何でも売ってますが、ドン・キホーテといえば、まあ、許可なく、こういう芸人のコスプレセットみたいな、なりきりセットみたいなのあるんですよね。ピコ太郎とかダンディ坂野ね、ピコ太郎とかカツラとかセットで売ってたりするんですよ、これ。もう細川隆史ある。もうあんのかい。あれめっちゃ高いらしいからな、ほんまに買ったら。もう細川隆史なりきりセット出てんのか。すごいな、おい。